スマイナス39、マイナス39スマイナス39スマイナス39は、スマイナス25の発展型の一つである。工場名称である T8TM からスマイナス 25TM と呼称されるほか、ストライクシールドと呼ばれていたこともあった。 最初の量産機である T8TM-3986 年1月、ソ連軍事産業委員会の決定により、スマイナス 25T をベースとした全転向型の開発作業を開始した。スマイナス 25TM は、レイニネツ製のキンジャールミリ波レーダーポッドと、TSKB ジオフィジカ製のコホットフリアポッドを含む、洗練された洗練された小準システムを、 特徴としていた。1990年代初頭にはニキノ、2機のス -25T が、それぞれ T TM、T8TM-1 と T8TM-2 に改造された。試作1号機である T8TM-1 は、スホーイのテストパイロットであるアナトリー・イワノフの手によって1991年2月4日に、初飛行した。T8TM-1 と、 T8TM-2 はそれぞれ TM 用の新装備の試験に用いられ、T8TM-1 はコホットフリアポッドと新しい電子線システム、T8TM-2 はキンジャールミリ波レーダーポッドとシクバル M の試験を実施した。また同時に改良された SO-39P かき完成システムの作業も進められた。試験の結果、コホットとキンジャールは 性能と信頼性が期待されたよりも低いことが判明したことからそれらの代わりとしてファゾトロンニア製のコピオレーダーポッドの搭載が決定された。1993年にはウランウデ航空機工場でのス -25TM 量産に向けた準備が開始された。1994年には T8TM-2 がコピオ25ポッドのダミーを装備し、 翌年に開催された MAX-1995 で展示された。8月15日には最初の量産機である T8TM-3 が初飛行を実施した。1996年には S-39 の正式名称が与えられ、1998年3月25日には T8TM-4 が初飛行した。 T8TM-3 がコピー用25、レーダーポッドの空力試験に用いられる一方、CO-1 レーダー警報受信機と MSP-410 ジャミングポッドを備えた完全な事故防御スイートと、コピー用25を含む SO-39P 書き完成システムを装備していた T8TM-4 は1998年10月21日より、 スをマイナス 39P 化期感染システム、1999年からは、コピー用25の飛行試験を開始している。2002年半ばにはス、スマイナス 25TM は120装置の試験を、消化していたが開発の完了には600装置の試験が必要であった。その後効果であることなどから2期以降の生産は、行われず、ロシア空軍は、 スマイナス 25t よび tm のために開発された技術などを既存のスマイナス25にバックフィットした回収機スマイナス 25sm の調達にシフトした2008年には再調達が検討されたが実現せず最終的にスマイナス 25sm を含めてスマイナス34の派生機により更新されることとなった右より k h 十八 u K1-29T, QK121, R-77, R-73 をよくかに搭載しているのが確認できる。前方には MSP-410 が置かれている。機体構造は S-25T を踏襲しており同じであるが、アビオニクスシステムがいくつか変更されている。 最大の特徴が N027 コピー用25レーダーポッドを搭載したことである。コピー用は空中目標をルックダウン時かつ前方からの追跡時で 70km、ルックダウン時かつ後方からの追跡時で 35km、海上目標を 75km、走行車列を25から 30km から探知でき10目標を同時に追尾して、 うちに目標を同時に攻撃することが可能である。後方、射撃管制システムには、S-25T の SUV-25T、ボスホートの改良型である、SUV-25TM、ボスホートを搭載している。これは、A-737 後方装置と、I-251M 宿バル M を含んでいる。A-737 は、 GPS とグロネスを使用した衛星広報に対応しており、最大15メートルの位置精度で自動での目標捕捉を可能とする。シクバル M はスマイナス2 5 t m が搭載する広報装置やレーダーにより、スキャンモードで自動検索を可能としたほか、地上の脅威を探知でき、クラスのボールレーザー誘導砲弾の照準を行うこともできる。武装面では、 レーダーの搭載により R-77 と r 2 7 r e r k 1 3 1 a k 1 3 5 u の運用が可能となった。他、アクティブ電子妨害ポッドとしてガデルーニャ -1FU を発展させてデジタル無線周波数メモリ技術を適用した MSP-410 オムリを装備する。MSP-410 は 敵レーダーの周波数を解析して、同周波数の電波を発信することで、時期一の欺瞞を行うディセプションジャミングが可能である。ロシア空軍が4機すべてを運用している。1998年に、ポーランドに、ライセンス生産を提案したが、実現しなかった。出展、ウランウで、ロソボロネクスポルト。マイナス25初言性能11個の、 ハードポイントに 4000kg までの並走を搭載可能。ありがとうございます。